低母仏語学校は、かつて東京都文京区関口にあった工芸学校、孤児院児童福祉施設。当時、カトリック浅草教会校内にあった孤児院媒介学校に収容されていた孤児たちが青年へと成長し、職業訓練等が必要になり、もっと大きな施設が必要となったため移転したとされる。表向きはフランス語学校であるが、 パリ外国宣教会の司祭であったジャンピエールレイを教員として雇用していることから実態は政府によって活動を制限されていた外国人宣教師たちの宗教活動を補助するための機関でもあったと思われる。また、孤児たちの職業訓練としてパン製造や大工仕事などを習得させたが特にパン製造は成功を収め関口パンの愛称で呼ばれるほど 周囲の住民たちの評判となった。この学校の付属制度は、1899年9月10日に、剣道され、翌1900年10月7日に、聖母教会として独立。1920年に、カトリック東京大司教区の司教座制度を、カトリック、関口教会へと発展した。1904年に閉鎖され、児童福祉施設、媒介塾に転換した。 1916年頃、第一次世界大戦の影響で、フランス本国からの援助金が途絶え、売買塾の経営が困難になった。そこで、関口協会の有力な信者の一人だった、高瀬慶蔵が、製パン工場の経営一切を引き継ぎ、関口フランスパン製作所を発足させた。ありがとうございます。